はい、J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今日はね、ギターの感じでこうアップしてますけど、今日はね、アンケートを取ってみたいんですけど、逆になってるんですけどね。逆になってる方が簡単だという人もいるし、いやいやちょっと難しいという人もいるんですけど、そこらはどうでしょうかね。アンケートしてますので、自分目線ですよね。これ自分目線でやると、この、まあ、画面から見ると下から上に行くんですけど、自分目線で言えばこう同じような感じでこう見ながらね弾けるという感じでやってるんですけど、逆にまあこういった感じでも普通のね目線でやる方がまあ簡単なのかどうかということですね。例えば自分目線で弾く方がいい、逆ですね、それとも普通のやつがいいかということでアンケートを取らせてもらいます。よかったらねやってみてください。アンケートの回答はね、コメントでも結構ですし、コミュニティの方でもね、やってますので、よかったら参加してみてください。あとはですね、ダイアグラムですね。ダイアグラムと、まあ、コードがありますけど、一時こう、ダイアグラムを書かない時もあるんですけど、ダイアグラムがあった方がいいのか、まあ、最初は一応あるようにしてるんです。途中からまあ、コードだけにしてるんですけどね。ずっと最初から最後までダイアフラムがあった方がいいのか、それとも最初だけでいいのか、そこらもね、皆さんに聞いてみたいと思いますけどね、いかがでしょうかね。あとはね、角度的にこう分かりやすいように感じで、こう正面から逆の正面からやるパターンをやってるんですけどね、これが分かりやすいと思うんですけど、人によってはね、こっちの向きの方が分かりやすいと思う。だからこの A が分かりやすいのか、側面の B が分かりやすいとか、これもね、よかったら答えていただきたい。この方がまあね、指の方がこういう感じとこっち側に、まあ、こっちの方がまあ、ね、自分の目線に近いんですけどね、分かりやすいと単音なんか弾くときはまあこっちの方がね、簡単だと思うんですけど、ストロークの時はこっちの方がいいのか、それともこういう方がいいのか、ね、A の方がいい、正面がいいのか、ちょっと上の方がいいのかっていうのもね、皆さんに聞いてみたいところですけどね、まあ、多い方でやってみたいと思いますけれどね、そこらはまあ考え中なんですけど、まあ、こっちの方がまあいいのかな、どうかね、若干こっちの方が違和感ないかもしれないですけどね。はい、という感じで、まあ、アンケートとその他要望とかね、リクエストがありましたら、ぜひね、コメントでいただきたいと思いますけれど、リクエストに関してはね、できないものはもうできないので、それはもうね、しょうがないと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますけどね。はい、という感じでした。Jチャンネルでした。ではまた、チャンネル登録まだの方は、ぜひね、チャンネル登録をして、またね、ぜひ次回も見てもらえたら嬉しいです。はい、Jチャンネルでした。ではまた。こうだと弾いてるのが見えますかね。でまあこういうのもあるから、こういう指弾きだったらまあこうなのもあるから、ね、まあいろんなねご意見があればね、皆さんのね、できる限りまあご意見に沿ってまあ作っていきたいと思いますので、よかったらまあご意見をお寄せいただきたいと思います。 G チャンネルでした。